こんばんは、AKB48 アルピオンこと橋本春奈です。今日バレーって知らなくて携帯触ってたら LINE ニュース来てて、ああ LINE ニュースに本日イタリア戦って書いてあって、え、ちょっと待って、どういうことってなって何時と思ってこう見たら8時、日本時間8時、待って、今やってるやん。ってなって、もうちょっと配信後からやるつもりだったけど、これは今すぐ始めなきゃと思って。やべ、いや触ってないと思います。ですとか言って、というか爪なんですけど、あのこう貼ってたんですね、シール。ただあの外れてきちゃって、結局なんかいろんな作業してるうちにもう。でこの今昨日の一昨日の夜にこっちの指がなくなってて、爪なくなって、そう爪ビキって言って、で昨日の夜にこっちの指、次中指の爪がベキって言ってもうなくなっちゃったので、もう爪切ります。はい、なのでこのウサギもなくします。爪切ろうと思う。アウト。え、触ってた、すご、入ってた、すご、うわ入ってんだ。頑張れ。うわー怖っ、あんなん入ったら怖いって。
宮崎の日南って聞いたことある。あれか、モアイあるところか。うわー強っ。爪を今剥ぎ取ってます言い方良くない。あー、ブロックアウト。すごいな。ブロックアウトとかっていう言葉知らなかったからね、私この間まで。配球ってすげえ。うわ、強っ。なんだあれ。よし、取れた。爪爪長っ。見て、こんな長かったんだ。切ります。お、山口正ってこと？この人は。うわ、な、悔しい。よし、この今めっちゃ長いよね、全部こいつら切ります。やっぱ2本だけ爪折れちゃったから。そう、2本だけ爪短いのキモいから。そう、よしよしよし、ラッキーラッキー。うわ、あ、うわあ、しか言えない。画質悪くなった。なんかめっちゃさ、ここどうしたってぐらいうねってる。おもろい。
リンピックは 何セット取ったら勝ちなの？ 3？ ナイス！うわマジナイス！いや今のはリベロがいいことした、リベロがいい仕事した今のは。無事あんたのおかげ。マジであんたのおかげ、ありがとう、本当にありがとう。オリンピックじゃなくても 5セット。そうなの？だって私ずっと配球見てたけど配球2セットだったもん。なんか NHK のサブチャンネルみたいなやつです。そう、普通のチャンネルじゃない、サブチャンネルみたいな。トチ、ちょっとカメラアングル、やめて動かないで。カメラ動かないで。カメラ動かない、動かさないで。止めといて、プレイ中は。お願いだから。ちゃこちゃん、クマありがとう。クマクマ、すごい2セット練習、あと1セット取ったら勝ち。でもまあこっから3セット取られたら負けなので勝ってほしい。なめこが新しいステージに行きました。でも黄金なめこは全然集まらなくて、そうずっと2人、あと1匹揃えたいの、黄金なめこ。ちょっとそいつはまだです。みんななめこやろうとしてんの、おもろい。元祖なめこってやつです。くるちゃんがくるちゃんもなめこやってるんだねって。くるちゃんが先に やり始めたのよ。くるみとエリーがやってて、それにすごいエリーに、ぴょんさんもやってください、もう絶対今入れてくださいって言われて、そう。もうアプリを入れられてエリーの目の前で入れろって言われてそう、
今入れたのは自分ですけど、結局パスワードとか入れなきゃいけないから、そう入れたんですけど、入れてからは全然やらなかったんですけど、そう全くやらなかったのよ入れてからしばらく。でもなんかやり始めたらハマっちゃった。これは多分日本すごいんだと思います。私もあの通常の日本のバレエの強さを知らないからあんまなんとも言えないんだけど、なんかでもイタリアめっちゃ強いみたいな解説実況してるから、うん、今のダイレクトはいいね。今までで一番強いと思います男子バレー。そうなんだ。確かに女子バレーの方が強いイメージあったかも。私がてかママがバレーを見てた時、テレビで、うん、やっぱ日本って身長低めなの？なんかどのスポーツも、あれ、あれだね。低いって言ってる、なんかなんていうの、12センチも高い相手からって言われて、アウト。山内ジャンプフローターすんの？もう名字まで似てるやん、やめてよ。自分がやらなきゃって思ったのかな、名字的に。どういうこと？すごっ。西田さんめちゃめちゃ見た目めっちゃ格闘技とかやってそう。雰囲気。偏見、偏見で喋ってるマジで。でもなんか似てない？
見たことありそう。タケルさんとかに似てない？伊賀の藤丸さん、ハートありがとう。ありがとうございます。あー、攻めたサーブってことです。のすごいね、本当に。影山ってこと？及川さん、どっち？大王様なの？触ってそう。あー、触ってる。今のは取れないね。イタリア。なあ、無理よ。端っこ端っこは無理よ。ちょっとツイートしよう。
かあんまりさこのオリンピックのさツイートのさタグわかんなすぎてさ、ハッシュタグとりあえず適当だけどいいのかな。平田ちゃんが毎日メイクのツイート出してる。でもさあんたは顔が元の顔が可愛いからさ毎日メイクをねあの真似してもねそう元の顔が可愛いからね。本当だよ。もう波動のコーチからいいね来た。ビリーブ波動のビリーブのコーチからいいね来た。あれもう終わったの花火。なんかファンの人が言ってた今日花火ウィーバースで来た花火行ってくるねってえウィーバースに書かれてもさ俺いないぞっておい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 誰のファンだ誰のファンなんだおいおい俺いないぞ。コーチが別に参加するわけじゃないかそうだよね確かにコーチも参加できますとは言われてないからね確かに。つないで。おお、ナイス。ちゃんもこんなイケメンの選手たちに囲まれたらメロメロでしょ。いや絶対怖い。身長こんなだよ。恐怖一回恐怖感じる。メロメロとかじゃない一回怖い。え囲まれるわけでしょ。え怖っってなっちゃう。あ、東出さんとかとそっか同じぐらいの身長ってことですよね。やっぱえ無理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 。えめちゃめちゃ高かったからね。うんこんな怖っ。あのレベルがもうめっちゃいるってことでしょ。周りに囲まれるってことは怖すぎ。恐怖でしかない。おお。やっぱミドルブロッカーは大きいんだね。そりゃそうだよね。 200m ツッキーよりでかい。まあ、ツッキー高校生だからな。うわー悔しい。それは
粗品さんも身長大きいんだ。粗品さんとこう対等なんていうの、普通にこう会ったことないから、そう、私たちがひな壇にいたりとかでしか遠いところにいたりとか、まあ、猫の姿だったりとかでしか会ったことないから、てかみんなの身長大きいってどれぐらいなんですか、どれぐらいからが大きいって言われるあれなんだろう。いて、177からいや、どういうその僅差、何、180度はない、その僅差でもみんな180オーバーなんだ、身長高いねってなるの。自分の子供が小さいのはかわいそうだから、いや、そんな、まず小さいのがかわいそうって思ったことないまず前提から、そう、前提からちょっとごめん間違えてるわ、それは小さい人がかわいそうだとは思わないですね。私は自分自身も別にちっちゃくてかわいそうだなって思ったことないし、ないっす。もちろんなんかもうちょっと身長あったらいいなって思ったことは何度もあるけど、そう、すごいすごい応援の人おる。小さいからかわいそうとかなくない？別に。ああ惜しい。だって身長低い方が確実に体重はさそりゃさ同じだけの筋肉量脂肪量だとしたら、身長低い方がその30センチ分体重少ないじゃないですかでしょ。まずあと、あのこれ私本当に喋ってて、なんか人と喋っててそうだって思ったことが一個あって、電車に乗ってる時、まあ大体皆さん、まあどんぐらいの身長なんですか、160後半70前半とかじゃないですか、普通のサラリーマンの人とかって。ってことは電車の中に目の前、自分の目の前に人の顔があるってことでしょ。こうみんな同じぐらいの身長だから、そこら辺の大体の身長ってなったら160から180台のその20センチの中にみんな同じぐらいの身長がいっぱいいるってことでしょ。でも逆にね、それってめっちゃ嫌じゃないそれめっちゃ嫌じゃない。ここにみんな顔があるんだよ。私はもうみんなのどこら辺だろう、お腹とか肩ぐらいが多分ちょうど頭頂部ぐらいだからそう、そうなのよ。だからここに壁、なんていうの、ここに顔があるってことがないの。人の顔がここにあるって嫌じゃない？目と目が合うのが気まずい満員電車で。絶対そうでしょ？
でカメラお願いね、止まってて、ボールがどこにあるか分かんないから止まっててお願いだから。そう、身長低くて困ったこと、一人でいるときに高いところに手が届かないとかはあるけど、あと集合写真後ろになったら辛いとか、そうはあるけど、うわーなんちゅうサーブ、電車の網棚とか使ったことないもん。うん、でも身長が低いおかげで、まあ多分自分よりも、それこそ後輩とかからは自分よりも若いメンバーとか、まあ普通に高校の時とかもそうだけど、自分より若い子、後輩からとかは喋りかけられやすいですね。うん、あ、確かに学校のプールで溺れたことはある、うん、沈められた。いや、あったでしょ絶対。え、あ、ないかもな。うん、触ってないかも。お、パリオリンピック体操男子種目別鉄棒、岡慎之助選手が金。この間マレーシアで某ピョンズをプールに沈めて遊んでた。え、本当に良くないよマジで。沈められたこっちからすると本当にマジで死ぬかと思うんだからね。本当にやめた方がいいよ。自分ここで死ぬんだって思ったもん。え、どこ、何の話をしてんの今。あ、ネット、何の話をしてんだ今。あ、じゃあイタリアの点数になったよってことね。 OK、 もう切り替えていきましょう。そういうことね。ボール触ったよっていう話かと思ってた。
タッチネットの話、ネットタッチ、どっちが正解の話でしたね。よし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 。ハイタイムとかあんの？どういうこと？すごい。うわ、なんちゅうサーブやの。おお。前。ハイタイム終わっちゃった。NHK のサブチャンネルっていうので見てます。今の拾ったのマジすげえな、イタリアのリベロ。もういいのよ、私が求める身長はもういいのよ。誰に求める身長かによりますよ。はい、ナイス。おお、男性にもよるじゃないですか。男性っていっぱいいるでしょ。普通にそこら辺にいるサラリーマンに求める身長あるし、でも何でもいいです。もうめんどくさくなっちゃった。何でもいいです。それ聞いてどうすんの。確かにね、そう、確かにボディーガードだったらこんだけとかあるよね。確かに、それはそう。面倒って言われちゃった。いやいやいや、おいおいおい、前いけ、ナイスの、すごい、イタリアバレエ男子。日本は世界ランキング6位なんだ。で、イタリアが2位。え、今日
明日の分のなんかとろろそばにハマって、とろろそばに卵乗っける、温玉とか乗っけるのにハマって、今日とろろそばを買おうと思って、あのおとつい食べたとろろそばを買おうと思って、めっちゃ楽しみに行ったら売ってなかった。ねえ、お願いだからさ、カメラ止めてほしい。今のは見えたけど、勝つんちゃう。ちょっと一回なめこ抜くわ、一回なめこ抜くわ。よし、いや今今なのよ、逆に今なのよ、この今なのよ。いや、まあそチャンスがあるからか。なるほどね、流れを切る大事。後ろのさ、イタリアのさ、待って、今待って、はい、後ろのイタリアの旗持ってる少年がめっちゃ日本語の T シャツ着てんの、おもろい。うわ、その間狙ってくんだ、すげえな。その間狙ってくんだ、あの少年の T シャツ気になるな。雷おこしって書いてある。え、分かんない。うわ、何ちゅうブロック。なほら、雷おこし T、 ほらみんな気になってるよ。日本、イタリア国旗持ってるお客さんが気になってしょうがない。雷起こしていい。
触ってた、絶対触ってた。よし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 。ナイス。取った。よっしゃ次行こう。次行こう。大丈夫、次勝てばいいんだから。次勝ったら日本の勝ちだから。でもだとしてもね、そうイタリアはあと2セット取らなきゃいけないけど、日本はあと1セット取ればいいんだから。次行こう。人のことはこうやって言えるんですよ、次行こうって。自分のことは言えない。そうめんどくせえ女。あ、ごめんなさい。悔しいな。え、雷起こし絶対。え、かわいい、みんな浴衣着てる。花火。で、ゆいりさんの今日のメイクなんかいつもと違う？かわいい。いつもかわいいけど。太田ゆきちゃん染めたね、髪。だいぶ明るくなった。素敵、メンバーと見るプライベート花火大会だって。え、めっちゃすごい。ファンの方の動画が上がってるんですけど、めっちゃすごい花火。え、ちゃんと花火じゃん。え、こんなん見れたん。え、すごくない。何落ちた。なんか落ちるもんあったっけ、あの辺に。怖い怖い怖い。どこの花火、あの波動花火。え、すごい、こんなすごかったの花火。えー、すごすぎ。
ちょっとイタリアの底力見せてきたな。怖いな。なんか2段なんかエッフェル塔みたいなエリンギ生えてきた。見て。おー、ナイス。エッフェル塔みたいなエリンギ生えてきたら目の中にまつげ入った。うわー、なんて早い。うわ早っ。え、今の取れんの。ナイス。取れた。取れたかな。めっちゃ目痛かった。毎日フランス料理食ってたらエッフェル塔になったらしい。すごっ。痛い。待ってて。あー触っ、あー肘が悔しい。あ、そうなんだ。ブロックアウト。やばい、気持ちが。ノー、よしよしよし。好きよそういう選手。深津さん好きよそういうの。誰よりも声出す選手私好きよ。ナイス。よし。おーし。おー、つなぐねー。
ス。あ、3本目。返せんかった。ここで返さなきゃいけなかったんだよ。ナイス。うお、強アウト。なんかインスタ上げたいんだけどさ、何載せたらいいか分かんなくて上げてない、ずっと生誕からごめん。どれ載せようって考えたら全然、うわー、乗せれてない、すごく嫌だ。うわぁ、私見ない方がいい？一回バレー。なんか私が見る試合全部負けてない？一回見るのやめた方がいい？
その気持ちになってる方がダメだよね。そうナイス。ジャンプ長っフフ乱れた。入ってんな。なんちゅうサーブ。うわいいよ、いけいけ。なカメラ動かさないでボール見えなかった。私今お願い、ボール何も見えなかったつらい。ナイス。あ痛い、耳痛い、耳痛い。でかっ、伊達公やん。ドシャッと頑張れ。乱れてるよ、チャンスだよ。よし、足も使っていいんですよ。ナイス。ラッキー。すごい、口ベロポロポロして可愛い。あの選手可愛い、今のなんかクマみたいな。いけいけ。
いいよ。すごっ、リベロもできてスパイカーもできてセッターもできんの、なんなん。なんなん。うわマジでそば食べたかった。いやなんかね高いそばはあったの、ちょっと気持ち値段ちょっと高めのそば、うわそれ買うべきだったかな。こんなにそば食べたいと思わない今自分が。今一番好きな食べ物そばかも。私一個の食べ物にハマったらもう全力でハマるんですよ。そう、そうなの。でもそばにハマるってめっちゃいいことじゃない。よし、もう一回ナイス、よっ、うわあれ10時メール送んなきゃ。どっち、あ、入った。本当だ、映像めっちゃ綺麗になった。ランからの勇気。あ、すごっ。認めなくても石川さん別に
すげえんで別に交代したいよって気持ちなだけであって、別にあの石川さんも強いんで、はい、石川さんすげえんで別に交代しなくても、交代したいよっていう気持ちはあるけどねっていうだけなんで、はい、大丈夫です。ねえお願い、カメラ止めて、本当にお願いだから止めて、見えないって。おこ、足元おこ、おお、ラッキー。ちっちっ、え、日焼けした？うち？え、なんか二人に言われたんだけど、ちょっと待って、もう今バレーどころじゃない。え、やめてもらえる？いや、触ってないです。ちょ、メール送んなきゃいけないんだから、今ちょっとやめて、日焼けしたとか言わないで。いや、一人とかなら、まあ、まあ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 って思えるけど、二人から言われるとちょっとびっくりしちゃう。今びっくりしちゃった。七日って誰、誰と一緒に出るの？親指怪しい。え、触ってなくない？チャレンジのチャレンジしたいけど、あ、びっくりした、あ、びっくりした、危ない、焦った焦った、ふう、汗汗。え、待って、7日メンバー若すぎる。え、待って、初めての展開。メールに書くわ。うわ、ラッキー。あ、そんなことない。あ、嘘だ。あ、大丈夫だ。
カメラ止めて、お願い、一回止めて。触った。間違えた、この写真じゃない。ねえ待って、見たいのにさ、見たいのにメール送んなきゃ。やばい、一回次のポイント見るのやめようかな。状況感楽しんでんの？どういうこと？一回見るのやめようかな。次のポイント音だけ聞こうかな。今日の夜ご飯は食べてない、お腹空いてない、お昼いっぱい食べたから。そう、でもそういう時って一番怖いのが、あのこの後お腹空くパターンね。ちょっと一回見るのやめる。音だけ聞いてる。やばい、最近おやすしか送れてなかった。ちょっとちゃんと送んなきゃ。ごめん。イタリアだ。イタリアポイント。チャレンジ失敗。見るわ、もう見ても、見ても一緒やったら見るわ。よし、買いタイム？え、大学3年生なの？なあ、いいところに、いいところに落とすな。よし、大きい1点、今の1点は大きい。
え、もうなめこは抜かない。さっきなめこ抜いたから。なめこは抜かない。よし。あー、ナイス。あー、やめて。いや、触ったのはマジでナイスだよ。でも、そう、触ったのはナイスだよ。触ったことがナイス。触れたことがナイスだから、本当に。いくつなん私。あんた何者なん。うわ。伊達公やん。待って、今のでちょっと肩やった。伊達公やん。ブロックブロックだってこうだし、サーブ及川くんだし、なんなん。ミロのヴィーナスだっけ、なんか生えてきた。やばい、ゆいゆいのツイートが、なめらカラオケ大会、なめこに見えた。なめらカラオケ大会、めちゃなめこに見えた。行かない旅、そうだよね、待って。明日見よう。明日もまだ見れるよね、確か。あれ見れるよね。火曜日までだったはず、いつも。あれ水曜日だっけ、あれ火曜日に新しいのが出るんだっけ。あ、もう分かんなくなってきちゃった。火曜日までだね、 OK。 上野原後編、明日見ましょう。6人で強い方が強いんです。ナイス。
あと14点。いい出だし、先制点。落としたね。うわ。むずいな今。むずいな。むずいな今のは。じゃあ手引かなかったらどうなってたのって話になったらねってなるから。よし、カメラが動いてる時にねこういうよくわかんないアングルなら許します。よくわかんないアングルで一本で切れたのがありがたい。どっち？ああ、合ってるか。取るなぁ。ナイス。おお、触ってない。ありがとう。だからリベロの選手いつも前にいたんだ。めっちゃ打つときイタリアが、あ、じゃ、ん、日本、ジャパンジャパンって言おうとしちゃった。ジャパンがあれ打つとき、おーい、うん、高いジャンプ。うお、いいサーブ打ちますな。アウト。チャレンジしますか。触ってないです、触ってないです。
今日目にゴミ入りやすい日だ。止めてよカメラを、カメラを止めてよ。どっち？カメラを止めてよ。すいません、充電がなかった。絶対今日アイボンしようって言ってた。攻めたってこと。イタリアのシャツおしゃれ。あの監督のシャツアウト。絶対取ってお願い。絶対にこの点決めたい。ああ悔しい。今の山本さんマジ良かったから。絶対ここ取りたかった。おお乱れたよ。絶対に取って。小野寺さんの母校は白鳥沢高校のモデルになった高校。そうなん。じゃあ小野寺さんめちゃ強いってことだ。え、お安メール来た。その前のメール来た？届いてる？お腹すいた。ノーアニャーアウト。あ、2通送ったの。
あ、よかった、オリンピックも来た、よかった。やっぱブロックすごいな、イタリア。アウト。うわあ、めっちゃ綺麗なフライング。イタリアのリベロ。めっちゃ綺麗なフライング。だなんかレミタンのメールでめっちゃ褒められてたのか分かんないけど、なんか褒められてたよって来てた。誰か教えて誰か教えて。ねえねえねえ、インスタの DM で誰か教えて。ここでは教えないで、ここでは絶対教えちゃダメだよ。前、ナイス、おーい。打ちすぎな。そうです、6人で強い方が強い、1人では戦ってないです。なんて綺麗なお目目強サーブ。全然バレー分かってないよ、やめて。バレー分かってる、全然分かってないんだから。配球しかして見てないんだからあ、やばい、水こぼれる、危ない。 ありがとう、送ってくれた、ありがとう。え、すごい、ちゃんと褒められてるやん。待って、こんな褒めてると思ってなかった。なんかだいたいみんながまるまるちゃんが褒めてたよっていう時にね、送ってって言ったら1行とかで1行とかだったりとかね、とことか多かったから、こんなに褒めてもちょっと後で読もう、ちゃんとちゃんと読むの後にしようでもそうやって1行とかでもみんなが報告してくれるのがね。アウト、よし、ナイスラッキー。メールね。37歳、不活。ああ、
じゃあ今のスパイク。ナイス。なあ、アウト。取った？取ったさ。楽しい。もう2時間ぐらい見てるよね今うちこれ。もうもうバレーいいな。いやこんな楽しいんだ私は。うわー動けなかった。10年前ぐらいにママがずっと女子バレーすごい見てたんですけど、全然なんか面白さがあんまり分かんなくて、まあ流れてるなレベルぐらいで一緒に見てたんですけど、おもろいな。アウト。そう、木村沙織さんとかの世代の時、時代の時、あの時代の時、お願い。粘った粘った、ありがとうキャプテン。やばい、すごい脈拍高そう今私。ナイス。うわー本当にお願い。あれ？心臓動いてない。心臓動いてないわ。緊張するよ。
つにメダルを。うわベスト8の壁は高いんだな、やっぱり。もう一回はないんですか？配球見よう、全力で配球見よう。悔しいね。いやでもマジでそう、本当に世界ランク2位イタリアって知ってた？うわ何このいいシーン。全力でなめこ抜いて全力で配球しよう、配球しようじゃん、配球見よう。あ、なんか生えてきた豚、白トリュフなめこ。雪山のおじいちゃん、え、めっちゃ悔しい、本当に悔しい。みんなが多分思ってる以上に悔しい。え、ハルピョン全然悔しくなさそうじゃん。え、めっちゃ悔しい。でもアタックはめっちゃこっちが決まってんだ。だからブロックでめっちゃ止められたってことですよね。だってサーブだってめっちゃさ、向こうめっちゃミス してるしさ。こっちももちろんミスってるけど、向こうもめっちゃミスってるから、その分悔しいな。もう4年後多分うちバレーハマってる自覚ない、自信ないからな今。配球がね、もしかしたら続いててくれたら、ゴミ拾いの戦いとかやってくれてたら、もしかしたら見るかもしんないけど、ゴミ捨てちゃったからね、もう。そうなのよ、めっちゃ悔しいけど。でもオリンピックでバレーを見るようになるとは思ってなかったので、いい機会をありがとうって感じ。多分今年じゃなかったらもしかしたら見てないかもしれないからね、バレー。いい機会をありがとうございました。そして一緒に見てくださった皆さんありがとうございました。またまあもうね、オリンピックもあと1週間ぐらいで終わっちゃうんですけど、またみんなと見れる種目とかあったら一緒に見ましょう。そして明日は行かない旅見ようと思っているので、よろしくお願いします。すごい2時間も見てた、うちバレー。え、トータル試合時間2時間41分って書いてあってさ、
私2セット目の後半ぐらいからしか見てないからさ、いや1セット目めっちゃポンポン決まってたんやね。今デュースだもんね。ありがとう。ということでランキングいきます。1位鉄道ナイターとピョンズさん、2位アチャコやっと、ダンバレオタさん、マジであのいっぱい教えてくれてありがとう本当に。3位、トラックエロアットゴリス、あ違う、サプライズレバーアットピョンズさん、3位、ありがとうごめん。4位、トラックエロアットゴリさん、5位ギャローさん、6位トシさん、7位ともゆきさん、8位カワさん、9位テツヤアットハルピョン大大大スキーさん、10位ユタパパ007さん、11位バンボシさん、12位ピタッチャさん、13位ナンスノさん、ありがとうございますね。このさピタッチャさんのさ、ごめんなんか晒すみたいなちょっと良くないかもしれないんだけどさ、この間マレーシアでさあやねちゃんにサイン頼んでたよねやばい待って、世界を超える圧のかける女になるのうち、よくよくないよね、ごめん、よくないけどピッチャーさんなのかな、わかんないけど、あやねちゃんに、あやねちゃんに頼んでたよねハルピョン、ハルピョンもいつかはハルピョンもねまた書かせていただけるように頑張ります。ということでありがとうございました、一緒に見ていただいて。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9338盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、タイムケン出身アルピョンことアジオタルナでした。皆さんありがとうございました、また明日行かない旅見ましょう。それではおやすみなさい、ありがとう、またね、バイバイ、Thank you. See you. Bye. 急に英語。